松阪牛の正しい読み方は松阪牛ではなく松阪牛。松阪牛は日本で最も高級な和牛の一つとして知られていますが、その正しい読み方について間違った情報が広まっています。実際には松阪牛という読み方が正しいのです。このように正しい読み方を知ることは、松阪牛に対する尊重や理解を示すだけでなく、日本の文化や言語に対する尊重を示すことにもつながります。松阪牛はその柔らかい肉質や美しい霜降り、上質な味わいで知られており、日本国内外で高い人気を誇っています。そのため正しい情報を広めることで、松阪牛に対する正しい理解が広がり、より多くの人々がその美味しさを味わえることにつながるでしょう。正しい読み方を知ることは、文化を大切にし伝統を尊重する意識を高めることにつながります。松阪牛を愛する人々にとっても、その愛着を深める手助けとなるでしょう。日本語の正しい発音や言葉の使い方に興味を持ち学ぶことは、日本の文化に対する理解を深める大切なステップとなります。